エキスポのですね、感想をちょっと述べさせていただきたいなと思うんですけれども、伊藤はですね、コインオタクというブランドで、出展をしていたこともありますし、エキスポっていう大きなイベントじゃなくてもね、もっとこう、ちっちゃな、ブロックチェーンのイベント、仮想通貨のイベントっていうのも、いろいろとこう見ている中で、今年10月に行われているですね、今まさに、マカリメッセで行われている、ブロックチェーンエキスポは、過去類を見ないぐらい、大盛況ですね。これ出展した方がいいやつですね、まあ、今から無理ですけども出展した会社さんはかなりいい判断をされたなというふうに思います。で、何が勝因だったのかというところで言うとですね、まず同様のエキスポがもう数年単位でなかったことですね。まあ、そのコロナの影響もありますし、仮想通貨のマーケットがね、ちょっとこう一時期2019年とかってガーンって落ちたんで、イベントどころじゃなかったんですよ。なので、めちゃくちゃ久しぶりのイベントになったというところが一つと、やっぱりあれです、コロナ明けたばかりというところで、そんなに皆さんいろんな予定が入ってないんだろうなっていうのはすごく感じまして、かなりね、人が単純に多いっていうのはありました。で、もう一個は同時開催というところで、他のテック系ですね、その量子コンピューティングとか、AI とか、IoT とか、まあ、ブロックチェーンとは厳密に言うと違うのが、別のブースで行われているわけですよ。まあ、いわゆるその中の一区画としてブロックチェーンエキスポという形になりますので、まあ、同時にテック系に見て回ろうという方がかなり多かったので、まあ、通常エキスポっていうのはですね、 B2C よりも、まあ、2B のですね、ビジネスの利用が多いんですけども、もう本当に法人の、お客さんの皆さんがですね、ブロックチェーンちょっと興味があると、で個人でも仮想通貨多少やっているという方の来訪がめちゃくちゃ多かったかなというふうに思います。ブースをね、出展されていた方、お疲れ様でしたというところなんですが、おそらくご飯食べる時間なかったんじゃないかなと、もう人が絶えないという環境になっています。で、これだけ見るとですね、やっぱりそのブロックチェーンというものに対して、そのやっぱ全然こうね、未来期待があるわけですし、事業で参入してもですね、非常に今うまくいく環境なんじゃないかなというふうに思います。はい、さあ、ちょっとね、コインオタクでメディアで、しっかりとこう記事を作ってですね、まあ、いろんな素材取ってきましたので、メディアで記事上げますし、コインポストさんとコインテレグラフさんがそもそもブース出してましたから、彼らは彼らで多分初日とか2日目、3日目という形でこんなんだったよっていうのは、記事上げると思いますので、遠方の方でですね、まあ、都合が合わなくて参加できなかったという方はですね、ぜひそういうメディアさんのものを見ていただいて、肌で感じていただければなというふうに思います。一つだけですね、まあ、一つどころじゃなくて、言いたいこといっぱいあるんですけども、そうですね、3つ言わせていただくと、まずですね、まあ、1つ目、まあ、そもそも伊藤がですね、その1日張り付いていってるきっかけが、昨日の、スペースというですね、ツイッターの放送でもさせていただきましたけども、いわゆるおうちファイナンスっていうですね、ディファイがあるんですね。で、このディファイのプロジェクトの公式のこう、ね、メディアの担当させていただいているっていうところと、まあ、ディファイとかイーサリアムのステーキングとかのですね、まあ、説明のですね、講師を役割させていただいてますので、まあ、今回お手伝いをさせていただきました。で、おうちファイナンスがですね、大きな発表をしましたので、ちょっとですね、これ、まだ公式の発表前っぽいので、多分明日に記事を出させていただきますが、ぜひそちら着目してくださいねっていうのが一つ。昨日のツイッターライブ聞きました。はい、ついついとびっきりのファンダに釣られて、おうち押し込みました。コツコツ、おー、なるほど、これから上がる見込みはありますかっていうことなんですけども、ぜひですね、おうちのコミュニティにいてもらった方がいいかなというふうに思います。結局ですね、そのニュースサイトでこうニュースをバーっとね、拡散はしたりはするんですけども、いの一番に早かったりとか、直接運営の方が情報を配信するっていうのはやっぱりこうコミュニティだったりするんですね。で、当然こういうのは公式コミュニティがありますので、そうですね、多分その皆さんこうね、なんかこう仮想通貨のプロジェクトとか、仮想通貨の銘柄を聞くとですね、例えばそのユニスワップで買ったとかってなるんですが、あくまでそれって外のマーケットで買ってるので、公式情報って別にユニスワップさんで出るわけではないんですよね。なので、できるだけ運営元のちゃんとホームページ構えてたりとかしますし、公式の情報サイト持ってたりしますので、まあ、そういったところをどんどんね、活用していっていただければなというふうに思います。今ですね、多分おうちさんは明日からかな、立て続けにファンダがふわっと出ると思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。もしね、足運べる方は、やっぱ現地に行って、この温度感を見ていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。